元気ですか、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は合気道における打撃のさばき方、対処の仕方です。これをですね、研究することによりまして、打撃に対する対処、そして苦手意識の克服、それにつながっていくんじゃないかなというふうに思ってます。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。ということで今回はですね、打撃です。打撃、これは私の若い頃からのテーマでもあったんですよ。どういうふうに打撃をさばくかということですね。合気道をやってる方っていうのは比較的打撃に対する苦手意識はあると思います。それをどう克服するかっていうことなんですよ。もう最初にね、結論から言っちゃいます。結論から言うと、ボクシングというパーリング、それから、上取りですね、合気道における上取り、これをね、稽古するといいと思うんです。で、それをちょっと順を追って話していきたいと思います。私は一応ボクシングの経験もあります。それからですね、実況アナウンサー、格闘技の実況アナウンサーなんで、最前線、皆さんよりも近い位置で実は実況してるんですね。ですから打撃に対するあの凄さであるとかね、その恐ろしさ、これもすごくよく分かってるんですよ。ボクシングも経験しましてですね、やはりその打撃の凄さというのは、身をもって体験をしております。で、つい先日、久しぶりにボクシング生観戦をしてまいりました。東京ドームで行われた井上尚弥 VS ルイス・ネリ、井上尚弥選手が見事ね、KO 勝利を掴んだんですけれども、やはり一級品というか超一流ですよね。あの辺りの選手になってくると、もう火の打ちどころもないなという感じではあるんですが、ではそういう選手が目の前に立ったらどうするか、そういう思いでどうしても見ちゃうんですよ。久しぶりにそういう思いになりましたね。見ながらそういう思いになって、特に、ルイス・ネリ、あの選手の踏み込みはすごかった。ネリがもし私の前に立ったら、どうやってさばいたらいいんだろうなんてこともちょっと考えながら見てたんですよ。これはね、私が若かりし頃です。打撃に対する、対処の仕方がどうしても分かんなかったんですね。突きに対する小手返しありますし、突きに対する弓投げもありますけれども、どうしても合気道の場合は追い突きが原則でしょ。ボクシングって追い突きないんですよ。じゃあボクサーと対した時にどうしたらいいんだろうということで、私は疑問を持ってたんです。でも当時はですよ、師範には質問するなって言われたんで、もう自分で考えるしかないと。考えても考えても答えは出んのですよ。じゃあしょうがないということで、私はボクシングジムに通うことを決意したんです。和島浩一さん、それから沼田義明さん、両世界チャンピオンのジムに行きました。時期はちょっとずれてるんですけどね、行きました。で、数年経ちましたけれども、アナウンスの仕事が忙しくなっちゃって、でどうしても通うことができなくなっちゃったんですね。ちょっと中途半端な状態で終えてしまったんで、それがすごく心残りなんですよ。答えは出なかったんです。で、未だに出ないわけですね。それから20年間のブランクがあるわけですから。で、久しぶりにボクシングの生観戦をして、あ、もう一度ちょっと考えてみようかなっていうふうになったんですよ。で、今回こういう部位を作ってます。どこまで参考になるか分かりませんけれども、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。で、先ほど言ったようにパーリングっていうボクシングの技術も、これはね、合気道の稽古に取り入れるべきだと思うし、取り入れたらいいと思うんですよ。あとはね、上取りですよね。これそれぞれね、回分けて話していこうと思います。まずね、前提条件としまして、先ほど話したように、合気道の方は打撃に対する苦手意識というのが少なからずあると思います。で、これ訓練してないからなんですね。突きに対する小手返し、ね、それ入り投げ確かにあるんですけども、基本的に合気道というのは掴まれてからこの捌くっていう稽古形態が多いじゃないですか。ですから、そういう意味ではじゃあどうしたらいいんだろうなっていうことですよ。もうこれね、訓練するしかないんですね。打撃に対する訓練をするしかないわけですよ。で、先ほど話したように追い突きが 原則になってますね。突きに対する小手返し、入り身投げも。でも実際の空手ボクシングでいうと追い突きってほとんどありません。ボクシング全くないですね。それから、空手はね、追い突き確かにあるんですけれども、実際は追い突きそんな使わないんですよ。だから、この状態で ねボクシングでジャブ、ね、ストレート、フック、アッパー、ね、ボディってありますでしょ。これをどういうふうにしてかいくぐっていくかということを考えると、やはりそれなりの練習をしていかなきゃならないということです。
うちは練習してるよっていうところがあるかもしれませんけれども、原則的には少ないじゃないですか。ですから、そのね、訓練をしていく必要性があると思います。特にね、顔面です。顔面に対する稽古ってやらないでしょ、ほとんど。だいたい首から下じゃないですか。まあ、危ないからっていうのはあるんですけども、やはりね、これも訓練していかないと身につかないし、訓練してないことっていうのは、実際には使えません。やってないことって出ないんですよ。緊張、極度の緊張状態になっちゃうからね。出ませんから、じゃあ、まあ日頃から稽古していかなきゃならない。俳優のスティーブン・セガールさんはよくやってますよね。顔面打たせて捌く、ああいう練習ってとってもいいと思います。あれ一つねパーリングの要素が入ってるんですよ。後でパーリングっていうのは紹介しますけれども、ですからそういう訓練をまずやっていくことがね、非常に重要ではなかろうかなというふうに思います。顔面です。顔面で言うと、私も実況したんですけど、K-1 のリングね、極真の選手が K-1 のリングに上がってすごく苦労したんですよ。これなぜかっていうと間合いが違うからなんですね。 K-1 の選手は、顔面がありです。極真の選手ってのは顔面ない、そのルールだったんですよ。顔面ないと比較的近い位置でボディを打ったりするわけですよね。ドスキ合いをするわけですよ。でもここに顔面攻撃があるとなると、その周りではちょっと近すぎる、だからちょっと離れるわけですよ。やったことないことですから、 K-1 のリングに上がった極真の選手は当初すごく苦労したんです。その後ボクシング練習をして台頭していったのがアンディ・フグ選手であったり、フランシスコ・フィリオ選手であったり、ああいう選手が K-1 のリングでも実績を上げていくことができたんですね。ボクシング練習をするんですよ。だから我々もねボクシング練習した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。実はその昔の合気道の猛者という方々はみんなボクシングを研究してました。柔道の木村正彦さんも、ボクシングの研究してたんですよ。でそういうね、やはり裏付けがあるんですよね、実績があるんですよね。ですから我々もやはりやって損はないんで、やっていくべきじゃなかろうかと思うんですよ。やっていくとね、なんとなく自信ついてくるんですよ。あ、こんな感じじゃないかなってだんだん分かってくるんですよね。間合いっていうかね、打撃の間合いが分かってくるんですよ。でそういったこともありますんで、2回に分けてね、今回はパーリングで、次回は上取り、まあ、こういったテーマでねお届けしたいというふうに思ってます。で先ほど言ったように基本的には追い突きじゃないですと。でも合気道の稽古は追い突きでしょ。でボクシングの場ってこう引くんですよ。あ、引くね、ドーンドーンじゃないです。必ず引くんです。必ず引くんです。で一般的にねバーンって打ち込んだ方が力が強いような気がするんですけど、実際逆なんですよ。力込めてバーンっていうこのパンチと、力を抜いてバーンっていうパンチは力を抜いた方が威力は出ます。肩に力が入ってるとスピードが乗らないんですよ。乗らないよね。だから肩の力を抜いて軽く出すんですよ。軽く出す、何でもそうですね。肩の力を抜かなきゃならないんですよね。でその時にバンと打ち込んでここで止めるのとパーンと引くのとどう違うかってことです。なんとなくガボンって入れた方が威力がありそうには気がするじゃないですか。でも実際逆でポーンと戻した方が実は打たれたところと振動が残るんですよ。振動がジュワーッとくるんです。ジュワーッとくるんですよ。だから引いた方がいいです。ボクシング引くでしょ必ず。いやいや、だってストレート打ち抜くじゃないですかって言うかもしれないけれども、打ち抜いた後にこのままじゃないですよ。もう次の攻撃入ってるんですよ。バーンと打ってもパッと引いてでフックに行くとかアッパー打つとかっていう感じになるでしょ。だからボクシングっていうのは早いんですよ。ましてや彼らは1秒間に3発は行きますよ、ね、バンバンバンってね、バン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 ってこれが来るんですよ。これが来る。でこれに対応していかなきゃならない。我々はガボンっていうことに対する裁きでしょ、それじゃ遅いんですよ。でましてや耐えた撃は下がったらやられます。必ず私も実際経験あるんですけど、スパーリングをしてやられました。下がったらダメです。待っちゃダメなんですよ。だから我より攻撃するんです。ただここに問題点があって、打撃の人っていうのは、比較的、もっとトップの人が多いんですね。合気道する方って結構優しい方が多いじゃないですか。でもね、打撃に走る方ってトップの方が多いんですよ。で なぜかっていうと本能の赴くまま できるからですよ。気が強い人ってね、喧嘩慣れしてる人って必ず殴ったり蹴ったりするでしょ、気に負けちゃダメなんですよね。相対峙した時に、これが一つのテーマでもあるんですよ。打撃やってる方って比較的気が強いですね。でその気に負けちゃダメなんですよ。うわっときますから、
うわっとくる。あ、この間のね、あの井上尚弥練り戦を見た時も、練りの踏み込みの凄さに私はちょっとあの驚愕の思いというか驚いちゃったんですね。すごい踏み込みだなと。ああいう感じですよ。ああいった感じでガッと来られた時に、こっちがあの負けないこう気持ちを持っていけるかですね。ああ、来たって下がっちゃうと絶対やられますから、うん、で合気道は基本的に我より攻撃するなんです。晩年の王先生言ってました、我より攻撃する。でもその我より攻撃するっていう気持ちにならないとダメなんですよ。相手がわっと来た時に負けないね、ましてやそのあのバッと来たんだったらね、それはかわせばいいじゃないかって、その冷静な判断もできなくなっちゃうんですよ。冷静な判断もできなくなっちゃう。バッとくればかわせばいいんですけど、あの負けちゃうとそのまま下がっちゃうんですね。まっすぐ下がると絶対打撃得意な選手でやられますから、その部分は十分に注意してほしいところなんですね。ということでね、前段これぐらいにしときまして、じゃあどうやってその対処しなきゃならないかということで、パーリングっていう技術をこれから皆さんにはお伝えしたいと思います。私も別に世界チャンピオンになったわけでもないし、日本チャンピオンになったわけでもありません。だから今回はあの概要欄に長谷川穂積さんのディフェンスというねテーマの動画を貼っときます。私もたまたまこれ見つけたんですよ。そこにねパワーリングのねいい例が出てました。もう元世界チャンピオンだって3階級ですよ。3階級の制覇した長谷川穂積選手の、動画が出てました。ティーチング、ビデオがねあったんですよ。だからそれをちょっと見てください。その方が私が言うよりも説得力があるし、あ、こういった感じなんだった、わかると思います。私はそのそこに結びつけるための振りとしてね、今回はお伝えしたいと思います。さて、それではですね、パーリングという技術をねご紹介したいと思います。ボクシングにありますパーリングです。これをですね、弾くってことです。パーリングは弾くってことなんですよ。で、相手の攻撃をね、手で弾く、下に弾く、下に弾く、下に弾くってことです。2人1組になってください。打つ側の方はね、左のジャブ、右のストレート、これを、駆使していただきたいと思います。で、こういう状態で構えてるじゃないですか。で、相手が左のジャブを打ってきたら右手です。左手打ってきたら右でパワーリングをするってことです、ね、この時も肩の力抜いてください。抜いてパチン、下に叩く、下に叩く、下に弾く、下に弾くってことです。ジャブが来たら右手で弾く、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 右手で弾く。今度はストレート、右手で来ますから、左手です。左で弾く、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 左で弾く。こういう練習してください。順序立てて、最初ゆっくりでいいです。慣れてきたら少しスピードアップするのもいいと思います。パン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 で、またそれが慣れてくると今度はワンツーです。ワンツーね、ボクシングでバン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 って、これをパン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 、これをやってください。ボクサーはねとにかく速いですよ。あの1秒間でね、ワンツーフックアッパー、またボディまで来るでしょ。これ1秒間に3発ないし4発来るんですよ。これね、目が慣れてないとどん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 来ますから、その圧に負けてですね、下がってしまう。合気道の場合は下がったら負けです。向けたら負けです。まっすぐ下がったら、打撃得意な方はどん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 来ますからね。ですから、それに負けないように、まず目を慣らすことですね。距離感を慣らすこと。これが大切になってきますので、パワーリングという技術。これをですね、ちょっと稽古の中にも取り入れていただいて、目を慣らすってことです。で、目が垂れてくればちょっとした自信になりますから、今まで顔面に対する攻防ないでしょ。ないからやはり恐怖心が出てくるんですよ。やってないことって出ませんから、これ練習するんですよ。それだんだん分かってきます。距離感が、あ、こんな感じかなって分かってくると思います。そうしたらもう締めたもんですから、ちょっとした自信になると思います。で、パワーリング、パンパン。ボクシングにはディフェンス、さまざまな技術があります。これは長谷川穂積さんのですね動画を参照してください。まずはね、私はパーリングという技術は合気道の稽古でもね役立てられるんじゃないかなと思ったんで、今回は紹介してます。ぜひね、これも稽古の中に取り入れていただきましてですね、その対打撃に対する対処、恐怖心の克服、それに役立てていただきたいなというふうに思ってます。今回はですね、打撃に対する
する対処法のその1としましたパワーリンク、次回はですねちょっと間合いが離れた場合のですね、対処の仕方ということで浄土り、これをお届けさせていただきたいと思います。それでは今回はこれにて失礼をさせていただきます。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。